はい、皆さんこんにちは。それでは、今から23回目となりますパワーエレ講座。今日はパワーエレ用の電磁気の基礎の、3つ目ですね。今からインダクター、昭和チョッパに使われるインダクターといわれるものの設計に入ります。で、まあ、今までは歴史的な部分とかそういった部分からやってきたんですが、やっとインダクター世界に入ってきた。電磁気学は、電気の世界は静電気、クーロンとか、そういった、電子管のなんか力とかそういった時代から電流っていうの、ボルタ電池が出てきて電流が出てきた。この電流に対して僕たちはいろんな、発見のもとに、まあ、いろんな社会の恩恵を受けているわけですけど、まあ、電流の時代に入ってこのインダクターの概念っていうのができてきました。今日は、歴史的に紐解いてきたマックスウェルの方程式の第4式。前回4つ並べてましたね。あの4つ並べてるうちの4つ目、あれは、意味合いとしてはアンペールの法則というふうに申し上げましたが、アンペールの法則というのは限定的なものです。で、その限定的なものを一般化したのがマクスウェルの第4式になります。で、そのアンペールの、式がなぜ限定的なのかっていうところもですね、解説しながら、高校生の皆さんは今やってるこいつはですね、実はマクスウェルの方程式のある条件のもとにだけ成り立つものなんですね。ですからその辺について、今日は解説をしていこうと思います。まあ、前回申し上げた通り、ここはコンデンサーの周りに発生する磁界の議論なので、インダクターに使うところはコンデンサーは今回使いませんので、ここの部分だけを抽出することにします。ここは考えません。よろしいですか？ここは、今回はちょっとバッテンをつけてみましょう。バッテンつけていいのか？まあいいや。厳密な人には怒られそうですけど、まあいいや。配線のみというふうにすると、今回のこの左辺と右辺はこういうふうに表されます。一応教科書等に書いてある、定義をきちんと、記載したんで、これを書いてるとちょっと時間がないんで、もうちょっと記載してしまいました。左辺は平曲面のうち磁界と接線方向の距離かけることの磁界というふうに定義づけられています。左辺でそれを表しているんですね。まあ今からちょっと追っていきます。で、右辺は平曲面を通過する電流の総量という形で表されています。この辺まで読んでいくとなんかこう、すでに眠くなってしまうぐらいな、意味合いなんですけど、まあこういうのをパッとわかる人とかは、頭のいい人でわかるんですけど、こういうのを一回自分の中のイメージにして、自分の中の自分独自のイメージとして頭の中に入れていくことが、エンジニアリングとして工学者として体制する一つのスキルになりますので、ぜひその辺自分の中でイメージを植え付けていってください。今日は僕のイメージでいきます。左辺って言われるものは平曲面のうち磁界と接線方向の距離というふうにあります。磁界と接線方向の距離というのは何を意味するかというと、ここからこう、ここから距離 R の方向にあるこいつ、ここの H はもちろん、ね、今までやった通りのところなんですけど、今回重要なのは接線方向です。この状態だったら必ずこっち側に接線方向がありますね。そうするとこれがもしもきちんとした円だった場合、こいつが円だった場合、全部接線方向、どのポイントにおいても、どのデルタ R においても、すべて接線方向の H を発生していますね。わかりますか？ちょっと重要なところなんで、ここにおいても、ここに、この R のこのポイントにおいても、全部接線方向に距離を、
磁界を発生していますね。とすると全部の円周、要は平曲面のうち磁界と接線方向の距離なんで、この R は全部なんで、全部足し合わせなければいけませんよっていうことを示しています。そうするとシグマとして円周は、デルタ R の加算で表されます。円周は、まあ、2倍 R とか言ってもいいんですけど、そこを厳密にいろんな平曲面、こうとは限らずにこういう形の場合もあるので、この場合には接線方向に発生しないポイントもあるわけですよ。 H を発生しないポイント、そうするとそこは加算しちゃいけないんですね。これはたまたま円だからこっちの方向に全部発生するんで、こいつはちゃんと書かなきゃいけない、こういうふうにこいつをこういうふうに記載できるんですね。よろしいかな。こいつをこういうふうに記載できるのはなぜかと、これちょっと高校生の皆さんは分からないですね。これ周回積分っていうふうに、というふうに呼ばれます。一周ぐるっとこう足し合わせていくんですね。これは一周ぐるっと足し合わせることができます。一周分のあるターゲットの H を発生している磁界と接線方向の距離というところを加算していくというイメージがあります。これが左辺とすると、これに H をかけたものなので、これに H をかけたら左辺になりますね。なってます。ああ左辺できた。で右辺は平曲面、今この青色の平曲面を通過する電流の総量を示しています。で、こいつは実を言うと、こいつ J っていうのは単位面積あたりの電流なんですね。単位面積あたりの電流になります。汚くてすいませんね。電流になります。そうすると、これ電流の総量を表したい場合は、ここ今これが単位面積で、実際には電流はここのデルタ S の面積だけ電流がズバーッとこう流れていますよ。どう表現したらいいかな。電流はこの単位面積分のところなんだけど、ここにズバーッとこういうふうに電流がうへへーとこういうふうに全部流れてる。それの単位面積がここなんですよと。そうすると電流のこの総量、ズボーッとこうね出てくる筒のようにザーッと全部電流が流れてくる、この電流の総量っていうのはどういうふうになるかというと、まあなるんですけどね。ふうに表すことができます。J でもどっちでもいいですけど、ね、I でも I でも J でも、違う、これは総量なんで、まあ、J で。これを単位面積あたりのものを面積に掛け算したものが電流の総量になりますね。まあ、だからこういうふうに。DS だ、DS。として、表現することができます。まあ、こういった意味があります。まずはその意味を読み取ってください。夕方、やっとね、日が落ちて6時を超えると、やっとこの講義の撮影ができて、すいませんね、時間が空いてしまって、ちょっと今週は忙しくてですね、やっと金曜日の夜に、先ほど先生、他の先生からの
飲みに行かんかって言われて行こうかなと思ったけど、飲みはやめて今これやってるんですけどね。はい、寂しいな一人で。まあいいや。講義とかだったね、あの学生さんいるから嬉しいんだけど、なんか寂しいな一人でね。こんな誰か見てないかな、学生さんがそこから見てるわ。なんかさそうすると右辺も、できて、ちょうどここの第四式が見れることになります。ちょっとね、マクスウェルじゃなかった、高校生の皆さんが習うやつでやっていくと、同じようにして考えると、ここに電流が流れます。電流 I が流れます。うへへーというふうにここの R、 距離が R、 ここから距離、ね、円の場合は、これの場合を考えていきましょう。これをここに当てはめてごらん。ちょっと考えてごらん。どういうふうになるでしょう。ちょっとやってみようか。円周の場合は、ここのデルタ R を全部、どこでも接線方向に出ている。どの距離の部分でも接線方向に出ている。どこでも接線方向に出てるから、この円周上は。とすると、平均面積、磁界用と接線方向の距離っていうのはまず 2πr ですね。 2πr、 それはいいかな。そうすると 2πr に、これが、接線方向の距離の部分に、接線方向の距離の部分に磁界 h をかけたもの、磁界 H をかけたもの、これがこの平曲面を、この平曲面を通過する電流の総量に等しいということを示しているんですよ。これは電流の総量 I に、この中から通、こっちから通過していく電流っていうのは I なんですね。だから I に等しいですよということを示しています。そうするとこれを変形すると、ああなんかこう見たことがあるなと、あ、ごめん、見たことがある式だなっていうのが出てきますね。間違ってたね今ねしるっと間違って書いてましたけど、いつもの式が出てくるなっていうことになります。だけどこれはアンペールの式なんですけど、こいつをここに持ってくるとマックスウェルの第四式になるんですよ。こっちが他のいろんな平曲面にも応用ができる拡張の性の高い式になります。よろしいですか。まずこれがマックスウェルの第四式ということに。では今からこのマクセルの第4式を使って、この今から僕たちは何をするかというと、トイレットペーパーに20回ぐる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 巻きます。導線を、何かのトイレットペーパーに配線をぐる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 巻いていきます。20回巻いてください。でこの20回巻いたものの最終的にはインダクタンスを出してます。それの、20回ぐる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 トイレットペーパーにですね、巻いたものに対して、20回巻くと、こいつはインダクタンスは L は何本になるっていうのを出します。そのためにまずはここに発生する磁界 H っていうのがわからないとこいつには到達できません。ですからまず磁界 H を出しましょうということで、皆さん方は家でトイレットペーパーとかをぜひ用意しておいてください。で、今から例としてこのトイレットペーパーを、斬鉄剣でバシッと切るとですね、ちょうどぐるぐる巻いたもののコイルをちょうど真正面からスパッと切ると、わかりますかね。こうトイレットペーパーがあって配線を巻いていますと。
巻いてるここにはこう、ね、厚みがあるのでこういうものが巻いてあるんですけど、ここ真ん中のここ、ちょうどここでここに断鉄剣でバッと切ります。そうするとそこの断面図はこうなってるの分かりますか。ここが、トイレットペーパー、トイレットペーパー、紙があってこういうふうになってますね。こういうふうにぐる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 巻いてあるところの断面図、配線の断面図が見えてきます。こいつの、こいつは、この巻きを表すと1メートルあたりのコイルの巻き数は N 回であると、1メートルあたり N 回であるというふうに考えると、ここに発生する磁界はいくらになりますかっていう、ものがよくありますね。でここからの、あれとかを使って、頭が回らんわ、ビオサバールとかを使ってですね、よくここの真ん中のところの、ね、なんかよく大学に入ったらやるんですけど、そんなことをしなくてもですね、本質的にこいつが分かっていれば簡単に解くことができます。今からそれをやっていきましょう。次のとも思ったんですけど、ここでサクッとやっとこうか、ね、ここを消します。これの時にですね、平局、今から平局面、この平局面で考えた時に、平局面 ABCDABCD で考えます。で、ここのそれぞれの距離が、ここが大きな L、ここ DC 間を、小さな L にしようか。なんでもいいんですけどね。こういうふうにして考えた場合に、この平曲面をマックスウェルの方程式の第4式を適用することによって、実はこの H が簡単に求まります。やってみましょうっていうところですね。って言って、ここで僕は時間が稼げるんですけど、これ今講義のつもりでやってたんですけど、普通の動画でしたね。回答に行きます。やってみましょうって言って、こう動画を止めて、皆さんは粛々とやってみてください。今から回答に入ります。即回答ができるっていうのはいいことでもあり、僕は疲れますね。この平局面で考えたときに、わかりますか、こいつは全部でしたね、全部こう磁界が接線方向だったんです。全部磁界が接線方向だった。こいつどうよ、こいつ。この平曲面の場合、磁界どう、どこが接線方向、これで ABCD、ABCD こうちゃんと書こうか。ABCD の中で考えた場合は、どこが接線方向でしょう。磁界と接線方向の距離っていうのを出してみてください。H は H ですからね。かける H になります。磁界は皆様方が、磁石とかで遊んだり、砂鉄とかで遊んだりしたときに、磁石はどういうふうになったかなっていうのを、僕、俺ずっとこれ握ってるね。磁石はどういうふうになったかなっていうのを考えてみると、磁石さんはですね、こういうふうに考えるんですね。磁石は N 極 S 極があって、N 極 S 極があって、磁界はこういうふうに回りますわね。で、大きくどん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 こうなってきて、この辺はほとんど磁界が発生してないっていうのは覚えてますかね。こんな大きな輪っかのところばっかりこう出てきて、この辺はあんまり磁界が発生してなかった。そうすると、ここに発生する磁界っていうのは、どういうふうにループを描くかというと、磁石と、これ電磁石みたいなもんなんで、電磁石として考えると、ここに発生する磁石は、磁界はこう来て、こう戻ってくるんですよ。こういう感じで、こいつはこういう感じで戻ってきます。
う来て、うへーとこう外側を回ってくるんですね。そうするとここがですね、ここに近いここの平曲面をよりこっち側に BC のところを L を小さくして、小さくするというか こっち側にここにギリギリまで寄せてというふうにして考えると、 L ですね、でここの L、B、C、 ここは大きな L として考えると、こっち側に接線方向にこう来る磁界っていうのはほとんどないんですよ。ほとんどない、全部こっちに行ってしまう。ちゃんと磁界を通過するのはこっちだけなんですね。わかりますか。では今から磁界をと接線方向の距離っていうのを見てみましょう。まずここはこっち側には通過してないんで、ほとんど通過してないんで、ここには接線方向のに出そうなんだけどほぼないということで、ここは×で、DC 管は垂直に入ってますね、磁界は。だからここ×、こいつもそうですね、垂直に入ってる。 AB 管は垂直に入ってる、ここ×、AD 管のみが、接線方向になってますね。AD 管のみが接線方向に行ってる。接線方向の距離なんで、接線方向に行ってるところの距離はここなんですよ。これが大きな L ですね。ここの L と。長方形のとして考えると、ここの L です。わかりますか？あともう一つ。そうすると、ここの大きな L と、左辺はどうなるかというと、これちょっとここしますね。この場合、マクセルの方程式の場合、左辺は、L に対して磁界の H になりますね。ここの L と H をかける。よろしいかな。右辺はどうなる？言ってこう待っちゃいけないんですね。これ講義の癖で待ってしまうとごめんなさい。右辺はどうなるかな？1メートルあたりのコイル巻きです。で、ここの平曲面から出てくる電流の総量なんですよ。で、ここから電流はどう出ていくかというと、ここに巻き線がこうあるわけですよね。この巻き線からうへへっていうふうにこういうふうに出てきます。これ分かりますかね。だってこれ配線だから。巻き線だから。で、ここに、これ言ってなかった。すみません。ここに電流 I を流した。電流 I を流したときに、ここの、トイレットペーパーに、トイレットペーパーに電流 I を流したっていう僕条件言ってなかったね。すみません。電流 I を流したときの条件。I を流したときにここに発生する磁界はいくらかという問題でした。それを僕に、すみません。で、電流 I を流してたときに、ここに、この平曲面には、から出ていく電流は何もになるでしょうということなんですね。いいですか。ここに、このぐるぐる巻いてあるインダクター、こういったインダクターは、実を言うと一本の配線からできています。これ、出口と入り口、ここに、こことここに。この出口と入り口のところから出てくるということは、この中にずっと電流 I がぐる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 回ってるんです。そうすると、この一本の線の中に電流 I が流れています。だけど、ここの ABCD のここのエリアを見てみると、各配線が見えてますね。で、各配線から出ているのは、全部各配線には、電流 I が流れてるんですよ。そうすると、ここのエリアの巻き線の数分だけ電流が流れていると考えてください。そうすると、1メートルあたりの距離、
コイルの巻き数は N なんですね。そうするとここの距離の距離に何巻きありますか、何巻きありますかっていうのを換算するためにはこれに距離 L をかけたもの何巻きになります。 NL 巻きになるんですね。 NL 巻きに全部電流 I が、例えばこれ 5歩あると、5I このエリアから出てってるっていうふうに考えるんですよ。で NL 巻きだったら NLI だけこの平極面から出てるっていうふうに考えるんですね。だからここは NLI、 そうすると左辺イコール右辺なんで LI イコール NLI、 L が消えて、LLH ですね、すいません、 NH イコールNLI として H イコール NI という方向性で習う非常にシンプルな式が出てくるわけです。これがマックスウェルのアンペールではなく、アンペールの法則は含んでるんですけど、マックスウェルの第4式を使ってこのトイレットペーパーに何巻き化した状態の磁界を求めると、巻き数とこの1メートルあたりのコイルの巻き数に流す電流をかけたもので表されますという法則が出てきます。まあこれで磁界が今まで、まあアンペールとかあの辺がビオサバールとかがなんかたくさん磁界を発生させたもんが学術界の勝ちだみたいな感じでそういう競争だったんですけど、まずは一本の線の場合じゃなくて一周回した方が磁界は強かったですね。しかしながらその磁界に対してさらに巻き数を巻けば巻くほど磁界が強くなるっていうことが分かって、あすっげえじゃんって言って、じゃあ巻いたもん勝ちじゃんって、あとはアレッサンドロ・ボルタに騙されてこうボルタ電池たくさん買って電流流したもん勝ちじゃんっていうふうになってきたんですね。なってきたかどうか知らんけど、まあそういうイメージです。そういうふうになってきて、あもう磁界の、まあ磁界がそのままこのインダクタンス L というのを決定づける一つの要素になりますので、大きなインダクタンスを得ることができる、まあ勝負がもうついたと思ったんですけど、そうじゃないというところがまたアンペールが発見するわけですね。まあその辺の話が次の話になるんですけど、具体的にはもうこれで磁石として、要はこれが磁石としての強さでもうすっごい磁界が発生するじゃんと思ったんですけど、なぜか中に鉄ちゃんを入れると、鉄 FE を入れると、鉄を入れるとここの磁石としての力が、要はここに釘とか刺す、あ釘とか引きつける力が、うわっいきなり5000倍になった、これはなんじゃいなっていうふうにですねなるわけですね。我々はこいつと今からインダクタンス L というのを使うんですけど、その時に使うものがですね、まずこいつと、なんでここに鉄入れたらすっげえ力が出るんじゃっていう法則と、それからファラデーの法則、この3つを使うことによって L を計算することができます。皆さんがトイレットペーパーに20回巻いたものが何マイクロヘンリーぐらいになるかっていうのは、よかったら計算してみておいてください。トイレットペーパーの直径はおよそ4センチ、4センチです。まあいいやまた話をしますけどね。ということで、やっと準備ができたということになります。次回ファラデーの法則をやった後にインダクタンスの設計に入ろうと思います。疲れた。お疲れ様でした。